おはようございます6月17日水曜日の東京インフォメーションです都税の納付がいつでもできるスマートフォン決済アプリによる納付が始まっています都税の納付はスマホアプリで窓口に行かなくてもスマホで納付できます操作は簡単納付書のバーコードをアプリで読み取りあとは手順に沿って進むだけ利用できるアプリはこちらぜひご利用ください 都税の納付がスマートフォン決済アプリ内で納付書のバーコードを読み取ることで、二十四時間三百六十五日いつでもどこでもできます。利用できるアプリは PayPay と LINE Pay で、事前に利用登録やチャージが必要です。対象となる都税は固定資産税、都市計画税二十三区内などです。なお期限内の納付が困難な場合は申請をすることで徴収を猶予することができる制度もあります。 詳しくは東京都主税局のホームページをご覧ください都と東京観光財団は宿泊施設のバリアフリー化を支援する事業の今年度の受付を始めましたまず宿泊施設の集客力向上につながるバリアフリー化に取り組む事業者に対する施設整備などに必要な経費の一部を補助する支援では補助率が拡充されています 来年3月31日までの申請分は、一定の条件で客室回収費用の補助率が10分の10、全額に引き上げられ、コンサルティングの補助限度額が拡充。実施設計に要する費用が新たに補助対象となっています。詳しくは東京観光財団のホームページをご覧ください。もう一つ、宿泊施設のバリアフリー化について、セミナー・アドバイザーの派遣が実施されます。 全10回開催されるセミナーでは、現在1回目と2回目のウェブセミナーの参加者を募集しています。参加費は無料です。アドバイザー派遣の申し込み期間は来年2月19日金曜日までで、その間最大5回利用できます。詳しくは産業労働局のホームページをご覧ください。東京都はクラウドファンディングを活用した事業資金調達を支援する事業を実施します。 これは創業やソーシャルビジネスなどへの挑戦を促進するためクラウドファンディングを活用した事業資金の調達を手数料の助成や相談窓口の設置などで支援するというものです手数料助成の対象者はいずれも都内で事業を行う創業希望者か中小企業者で1創業の計画がある人や創業から5年未満の事業者2 新製品、新サービスの創出に挑戦する人。三。未来の東京戦略ビジョンの戦略に寄与するソーシャルビジネスを行う人です。助成率はクラウドファンディング事業者に支払う手数料の二分の一。限度額は三十万円です。今年度に限り新型コロナウイルス感染症に関連した特例があり。該当する場合は三分の二。四十万円までです。詳しくはホームページをご覧ください。 東京都は非対面型サービスの導入をを支援すす。る事業を実施しますこれは各業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインの普及・啓発からガイドラインに沿った中小企業などの取り組みまでを支援する事業、新しい生活様式に対応したビジネス展開支援事業の一環として行われる事業です。女性対象は、 今年3月31日時点で都内に等規模上の本店や支店があり、対面型の事業を実質的に行っている中小企業の事業者です。助成内容は非対面型のサービスの導入費用などとして、備品の購入費や備品のリース費、委託・外注費、販売促進費などで、限度額は50万円から200万円、助成率は女性対象経費の3分の2以内です。 東京都中小企業振興公社のホームページから申請書類をダウンロードし、必要書類を作成して、明日十八日木曜日から来月三十一日金曜日までに簡易書き止めなどで公社事務局宛てにお送りください。詳しくは、東京都中小企業振興公社のホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症に関して、とは新しい日常を徹底して実践するよう呼びかけています。 ここまで東京インフォメーションでした。